まずですね、手で胸の前に持っていきますね、うん、でここを、肘を当てていく、うん、この練習、うん、で次右手で左肘を当てていく、うん、あくまでもその手の場所が中端での位置にあるというと、そうです、胸の前に、うん、胸の前に持っていく、よくあるのが、うん、こうなっちゃう人、うん、なっちゃう、うん、とか、こうなっちゃう人、うん、肩の上下運動、肩の上下運動、背骨のこの運動じゃなくて、背骨を曲げちゃってるんじゃなくて肩甲骨を中に入れていく、下方回旋させてやるんですね。そうです、そうです、こういうことですね、うん、でその時に大事なのが、うん、胸骨なんですけど、うん、この動きです、うんうんうん、胸骨を張り出した状態だとこうなっちゃうんですね、うんうん、だから腕を前に出す時は、うん、胸骨を緩める、うん、中に押し込めると、うん、自然と前にも、うん、前に腕が入っていく、うんうん、でこれが慣れてくるとこういう動きになります、うん、前拳みたいな、前拳の、前拳のこれですね、うん、そしてその時に骨盤の立ったり座ったりあんまなしの、ないですね、背骨とあと肩甲骨の動きと、そうですね、何でしたっけ、ここの筋肉何でしたっけ、前鋸筋です、あ、そう、前鋸筋、前鋸筋を収縮させる、うん、そうするとグッと、うん、下方回旋、肩が外転、うん、外転下方回旋していく、うん、こういうわけですね、うん、でタム叩く時なんですけど、うん、タム叩く時にこうやっちゃう人いるんですよね、うんうんうん、こうやると軸ぶれちゃうんで、うん、あくまでも肩甲骨を回転させていく、うんうんうん、肩甲骨を動かしていく、手を出した時に胸骨がちょっと後ろに行って、ね、体軸がぶれないというかっていう感じですね、で、こうなっちゃうんですね、うん、大体の人は、うん、こういう風になっちゃうんですけど、うん、軸はここにあって、肩甲骨を入れていく、うん、さっきのこれと一緒ですね、うん、こういう意識ですね、うんうん、以上です、ありがとうございます、はい。